関東エリアのウェザーニュースアップデートです。今日は各地でスカッと青空が広がりました。気温もぐんぐん上がって30度を超えたところもあったようです。東京都日の出町のブループラムさんからは、青空継続中、じりじり暑いですと、美味しそうなソフトクリームのリポートをいただきました。夏本番のような暑さでアイスクリームを食べた方も多かったようですね。ただ予報センターによると、この夏のような青空は長続きしないとのことです。それでは明日の天気はどうなるのか、最新の予報を確認していきます。明日は一旦晴れますが、油断は禁物。だんだん雲が広がり、むしっとした空気に包まれます。また夜になるとざーっと強い雨が降り出しそうです。帰りが遅くなる方は傘を持ってお出かけください。明日は湿気と雨で梅雨っぽさがさらに高まりそうです。さらに詳しい雨の時間や強さは、携帯サイト、ウェブサイトのピンポイント天気でご確認ください。それでは。ウェザーニュース。